おはようございます。スポットは朝ごはん食べてます。だいぶ工事が進んだのでまた微動レターします。その前に私髪を切りました。だいぶバッサリと。では、ああ、そうそうそう、ここもね、玄関のドアが変わって、でもまだ今カバーしてあるのでちょっと分かりづらいです。こちらの部屋は何もまだ始まってないので、こちらから行きます。ドアがつきましたね。この感じです。右側のこちらがトイレですね。まだ中空っぽです。で、こちらがシャワーのドアになります。うん。こちらダイニングのドアもできてます。もうここの部屋はあと壁を塗るだけの感じですね。キッチンも入ってこんな感じです。でここはまだこれから壁を作って閉じちゃう予定です。狭いシャワーユニットも入って、ここに洗濯機と洗面所が設置される予定です。で、この階段も新しくなりました。掛け替えてくれてます。こんな感じですね。こちら南側の部屋。ちょっと分かりづらいですけど。こちらは階段室。で、こっちが北側の部屋。もう2階部分もほとんど工事が終わってて、あとは塗るだけです。で、これが新しくできた階段です。これも新しくできたドアと、冷蔵庫一応映してあります。冷蔵庫ちっちゃいですね。端っこから見るとこんな感じです。お母さんの玄関ドアです。こちらの階段も出来上がっているので上がってみますか。
こんな感じですね。で、ここにちょっと簡単な手すりをつけてくれるそうです。まあ、転落防止のためですね。しっかりした階段なのでいいですね。登りよりが楽になると思います。そして外壁もほぼ完成しております。すごく派手な色になっております。ちょっと今日は雨なのですが、一部だけこんな感じで、ちょっと超人ハルクのような、そんな色合いの家で、かなり遠くから見ても目立つような感じになりました。こんな感じですね。それではまた。